平野紫耀と長瀬角、エランドール賞で再会かグローバルな舞台に広がる可能性。今年の冬、芸能界には大きな波が走りました。キング、プリンスの分裂、高橋海斗と有村霞の熱愛報道など、様々な出来事がファンたちを驚かせました。しかし、その中で注目を集めるのが、平野紫耀と長瀬角の再会の噂です。キンプリの分裂には様々な事情が絡んでいます。 平野志陽、神宮ジング岸ジユタ、の3人が脱退し、新たなプロジェクトに進む一方で、残るメンバーは高橋と長瀬の2人となりました。しかし、これに終わりはありませんでした。2024年2月、注目の受賞式、エランドール賞にて、平野志陽と長瀬角が再び共演する可能性が浮上しています。情報筋によれば、 彼らはそれぞれ主演した作品で新人賞候補にノミネートされており、ファンたちは再び彼らの姿を見る日を楽しみにしています。受賞式は例年2月上旬に行われ、優れた俳優たちに贈られるイベントです。もし彼らが受賞すれば、これは感動的な瞬間となり、金プリの分裂後初めての公の場での再会となるでしょう。一方で、平野紫耀はジャニーズ事務所を離れ、新たなステージで活躍しています。 特に YSL ビューティーのアジアアンバサダーとしての活動は世界中で注目を集め、彼のファンはその新たな魅力に魅了されています。これまでのキャリアを振り返りつつ、彼らの未来に期待が高まる中、ファンは2月の受賞式での再会を熱望しています。キンプリとトベの未来にも注目が集まり、グローバルな舞台での可能性に期待が広がっています。ファンからは期待と興奮の声が相次いでいます。 平野の仕様の新たな挑戦に対する賞賛の声や、YSL ビューティーの広告に登場した彼に対する賞賛も多く寄せられています。エンターテインメント業界で個々のキャリアを築く彼らの新たな一歩に、ファンの期待が膨らんでいます。2月の受賞式での再会が実現するのか、その瞬間を多くの人が楽しみに待っています。新たな舞台で繰り広げられる彼らの物語に、期待が高まるばかりです。